こんにちは、エリカです。これから股関節の前側のストレッチを行います。このストレッチは腰痛のケアにおすすめです。それでは始めていきましょう。まず、両膝立ちになります。右足を前に出して、膝を立てます。膝が直角になるようにしていきましょう。両手を右膝に添えて、一度大きく息を吸って、吐きながら左足の付け根を前に突き出すようにしていきます。腰が反らないように注意をして、左足の付け根を伸ばしていきましょう。その場で自然な呼吸を繰り返します。1、2、3、4、5。そのまま左手を天井に向かってまっすぐ上げていきます。そこから体を少し右に倒して、左足の付け根から脇腹までを伸ばしていきます。その場で自然な呼吸を繰り返していきます。1、2、3、4、5。ゆっくりと元に戻しましょう。同じように反対側も行っていきます。余裕のある方は数セット繰り返してみてください。呼吸と合わせて行っていくことでより効果的です。